21番ですね、はい、イギリス王室の折島さんの闘病記を語る。いやいやいや、それはニュース、まだまだ時間あるから、ニュース項目には値しませんから。いやいや、本当みんな知りたい、みんな知りたい、ね、ね、うん、闘病というほど大げさなね、あれじゃないです。いや、大げさでも、いや、ね、やっぱ皆さんね、折島さんの、何を申し上げればいいですか。じゃあ私たちが質問、じゃあ質問、竹田さん、はい、まず。でもやっぱ入院なさるってことは、はい、結構ね、ほら軽症の人がいろいろある中で、はい、やっぱ中等症っていうことですか。医師から告げられたのは、いわゆるあの世間で申し上げるところの中等症の、はあはあ、ほっとくとやや重めにこのままなっちゃうんでっていうことは言われて、そこでそのままね、重たくなって死んじゃう人もいる中で、なんとか、なんとか踏みとどまってっていうのはどういうことだったんですか。徳田原であの、まあ、運が良かったと言いますかね、それは、はい。じゃあもう何をされたんですか、はい、治療は。治療はね、あの点滴とあの酸素のこの鼻にこれこう入れる感じのね、うんうんうん、あ、テレビで画像が出るような感じ、はいはいはい、じゃあその中等症から重症に行くかどうかって瀬戸際もあったわけですよね。そうですね、やっぱ右肺にものすごくあの呼吸すると痛みが走りまして、はただあの周りの原因もいっぱい感染してあの、まあ、戻ってきてるってあるんですけど、症状が、ね、全部違うんですよ。そうなんですね。個別のケースがだいたいその共通するこれとこれとこれが出たらあの共通する症例かなと思ってたのが全く違ったものですから。そうですか、人によっては例えば舌が赤く腫れ上がるですとか、味覚がおかしくなるとか、はいはいはい、私は味覚の障害は全然出なかった。それは良かったですね、味覚障害がその後治った後もずっと続く人もいるみたいですからね、そうなんですよ。そのなんか回復されてもね、まだ味覚に戻らない方もいっぱいいるなんていうね、話は個別には聞きましたけど。じゃあ病院ではこの番組は見られなかった。いや、あのちゃんと拝見しました。あ、見てる。あ、そうですか、そうですか。なんと、いや、だからもちろん滝沢さんの進行も拝見しました。そう、重くなったりして、いやいやいや、あのうわーとか言って、いや、そつなく順調にあのなさってらっしゃるんで、まあ、いやいや、森島さんに言われるなんて恐縮すぎて、とんでもないですもん。でもそもそも何、いつぐらい、どういうあれでこう自分で感染したと思って、症状って最初の突然だから王冠がこうガッときて、まさかっていう感じでしたね。で PCR、それでパッとあのその日のうちにもう熱がぐっと上がったんで、翌日病院行ってすぐ検査を受けて、じゃあ反応も良かったから、まあその、ね、初動といいますかね、初動がね、とりあえず、あ、これは、あの考えたくないですけどやられたのかもしれないなというので、あ、そうですね、急いだのが候補そうしたのかもしれません。でもいろいろとね、はい、不安だったでしょうね。いや、もうそれはもうあの、細かいこと申し上げるときりないんですけどね、入院の初日がしゃっくりが止まらないんですよ。しゃっくりが異常に出まして、ほぼ寝られませんでしたね。だってしゃっくり100回したら死ぬっていう迷信もあるんですよね。ありますよね。あ、そうですか。じゃあそれも症状の一環だったんですか。だからそういうことも聞いたことがないですから。ですよね。聞いてもないですね。ですからもう本当に共通の症例とか、そのこれ一発であの治療法ですというのはないんだっていうのは、現時用に、ね、あの医師の方からいろいろ詳しく説明を受けて、あの、あの運が良かったという、ね、簡単な言葉で片付けると何かいろいろ差し障りあるかもしれません。エクモまでは行かなかった。エクモまでは行きませんでした。でも改めて本当に良かったです。本当良かったですよ。無事の生還で恐縮でございます。無事の生還で、あの病室ではね、山田五郎さんの大人の教養講座に随分お世話になりまして、YouTube でいろいろと西洋美術史のね、大いに、はい、あの時間がやることが違う、作っていただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。名刺ではないんですけど、すいません、私仕事をいろいろ申し上げている間にエンディングの時間を迎えてしまいました。興味深いお話が尽きないところですが、本日のコメンテーターは産経新聞月刊正論編集長の滝田真紀子さんと、作家でラーメン店ご経営の武田恒康さんのお二方でした。本日も協力かつ濃密な解説を誠にありがとうございました。またのご登場お待ち申し上げております。さて、久々に復帰させていただきました真相深入りドラゴモンニュース、明日火曜日は、あ、すいません、重ねますね。文字まで色つけていただいて、あの芸が細かくご配慮いただいてありがとうございます。明日火曜日は言論のサファリ学何でもありの火曜日、おなじみ作家の百田直樹さんと弁護士の北村アローさんご登場、お楽しみに。